シュマレンベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州アルンスベルク行政管区のホーホザワーラント郡に属する市である。303平方キロメートルの面積を持つ、この都市は、同州で最も広い郡所属市であり、ドイツでも面積最大級の都市の一つである。レネ川沿いのこの交易都市は、中世には、ハンザ同盟の加盟都市であった。 中心部に15世紀に創設された職業者がこれを支えていた。400年後、この町は靴下類を中心としてザウアーラントの繊維産業の中心地となった。このためシュマレンベルクはシュトルンプフシュタットというニックネームをつけられた。現在は繊維産業の他に工業や手工業の中小企業がこの町を担っている。森や山の豊かな土地であることから、 林業や観光業も特に重要な産業となっている。現在の市の構造は1975年の市町村再編による。当時のフレーデブルク市とシュマレンベルク市及び一連の町村が新たな市として統合された。この市町村再編以前はシュマレンベルクはメシェゲ軍に属していた。シュマレンベルクの地形図、明るくなっている部分が地域にあたる。 シュマレンベルク市は、軍庁所在地メシェデの南、ホーザウ・アーラント郡の南の軍境に面している。シュマレンベルクの典型的な中ベク山地地形は、南は、ロタール山地の主脈、南西は、ザールハウザー山、北東は、フーナウの山並みによって特徴づけられる。ロタール山地の主脈は、南の市境にある、カーレンア支テンから伸びている。 高さ840.7メートルの山頂は、市境から約200メートル東のビンターベルク市内に位置している。やはり、ビンターベルク市内に位置するカーレガス店から、シュマレンベルク市内で最も大きな川であるレネ川が、流出する。海抜831メートルの市内最高地点も、カーレガス店にある。ロタール山地の主脈は、ラインベーザー分水帯を形成している。水は、 主脈の北側では、レネ川やルール川を経由してライン川に、南側では、エーダー川やフルダ川を経由してベーザー川に流れ込む。ロタール山地の主脈には、ヘムベルク、エネスト、アルブレフィツベルク、ザウコプフ、グローサーコプフといった、市内の高い山が含まれる。シュマレンベルクの南には、レネ地区とラトロプ地区との間に、シュマレンベルガー平営がそびえている。レネ川は、 ロタール山地の主脈の北側の地域を約2 9 8トルにわたっておおむね西向きに流れている。この川には両岸から多くの小川が注いでいる。市内を流れるレネ川の主な支流にはシュバルツジーペン川、ネッセルバッハ川、ゾルペン川、グライアーバッハ川、グラーフシャフト川、ラトロップ川、エントロップ川がある。レネ川はフンデゾッセンの南西。 海抜324メートルの地点からシュマレンベルクの地域を離れる。市の西部には、レネ川の北側にザールハウザーベルゲの東の市脈が一致している。これに含まれる、ヒルスベルク、アウアーガング、エーゼンベルク、ホーエンハーゲンといった山の上を、フーナウから市内に伸びるルールレネ分水帯が通っている。この分水帯の北側の地域で流出する、ベネ川、ヘネ川、 バルメ川、エルペ川は北に向かい、直接ルール川に合流する。バーとフレーデブルク近郊で流出するベネ川支流のライセ川は海抜318メートルで被災海を越える。これが本市の最低地点である。州指定のルフトクアオルトとなっている市の南部はザウアーラントロタール山地自然公園に含まれる。シュマレンベルク周辺の岩は、 主にデボン紀前期から中期に形成された。石炭紀前期の終わり頃の岩は、アッテンドルーンやエルスペ地区の南西に位置する、アッテンドルーンウェルボン地に広がっている。レネ川南側の堆積物は、やはりデボン紀前期のものである。グラーフシャフターバッハ川やレネ川の谷筋、フレッケンベルクの矢や上流側は、デボン紀中期の岩石で形成されている。 地質学的水デボン期にこの辺りは広大な海、デノヘルツニクムに覆われており、ザウーラントの北側にあたる後のラインシーファー産地もその中に含まれていた。石炭気候期にバリスカン作り山運動の圧倒的なエネルギーがもともと水平だった岩層を集極させた。岩層には集極中、集極後の地質学的情覧が刻み込まれた。集極した産地は 地質学的時間で急速に風化によって、再び平らにならされ、長年の間に、わずかに波打つ、丘陵上の平地となった。約100万年前、現在のシーファー山地の地域は再び隆起し、川がこれを刻み、現在の中引く山地が形成された。川や寒気による浸食と風化が、現在の表層構造を形成した。川は柔らかい岩に谷を形成した。 明白な山頂と、急峻な斜面が形成され、西のビルツェンベルクから始まり、東のアルテンベルク地域に至るオ根ネが完成した。岩石、シーファー山地という名称から、ラインシーファー山地と特に多くの、あるいはほとんどすべてが粘板岩で形成されていると思われがちであるが、この岩は、原曲的に存在するだけである。白層化した砂混じりの粘土岩、砂岩、高砂岩、 形岩、石灰岩、粘板岩が最も多い岩石である。スレート屋根の材料など建築資材として使用されることのある粘板岩は限られた地域でのみ生産されていた。シュマレンベルク周辺地域では粘板岩は砂岩と並んで優位な岩石であった。1930年代にレネ川上流域の谷を調査した地質学者ヨハネス・ボルブルクは 大きな年板眼光脈を、シュマレンベルガーシーファー、フレーデンブルガーシーファー、ロベーケ層、ビルツェンベルク層、およびベルクハウゼンハイミングハウゼンフレーデブルク、レイジーペンダインの5つの層に細分した。シュマレンベルガーシーファー内の研究で、彼は特に湾ク動物を発見し、発見地にちなんで、レプタストラフィア・シュマレンバーゲンシスと名付けた。ザウアーラントの一部は、デボンキに、 幾度も起きた火山活動によって多くの段階を経て形成された。例えば、ザールハウゼン近郊のリンスライフェルゼンや、ビルシュタインのブルクフェルゼンは、デボン期初期の火山岩である。様々な暑さの火山制御海岸の層が、レネ地区までのレネ川両岸に分布しており、ベルントロプ南東のミルヒエンバッハ近郊のレネ、川南岩や、 ヤクトハウス集落近くのグローサー、ハイトコップフから、シャンツェ集落の近くにまで伸びている。最も古い角半岩イコール業界岩層は、最大25メートルの厚さがあるが、ビンクハウゼン、ニーダーゾルペ、オーバーキルヒエン、レンゲンベックで見られる比較的新しいものは主に、緑色がかった、あるいはベージュ色がかった、中密な岩石で、しばしば数センチメートル。 例外的に2メートル程度の厚さしかない。デボンキの岩は、症状断層と横向きの上乱によって形成された、厳極的集極と大きな集極を成している。この地域で、主に産出される、粘岩は、石炭機の作り山運動によって、粘板岩に変化し、砂岩や、軽岩のような硬い岩石に多かれ少なかれよく、発達した亀裂を生じさせた。 レナ川上流域のザウアーラントは、北西から南東に向かって、構造上3つの大きな区画に分けられる、ラトルプチュシェナア暗部、アッテンドルンエル20盆地、ジーガーラント主要暗部北東端である。シュマレンベルク市内にはいくつかの特殊暗部や盆地が形成されており、その終局軸は、東から北東向きに線上に広がっている。シュマレンベルクの地域は、南北は、 北のフォルストブラベッケからラトロップの南、ロタール山地主脈のグローサーコップフ付近まで約 22km。東西はザールハウザーベルゲンのヘベッケ近郊の市境からカーレンアステンまで約 25km である。中世には多く数の集落が存在したものの、やがて廃村となった。シュマレンベルク市はホーホザウアーラント軍南部に位置する。同軍内の隣接する市町村は、 北西のエスローへ、北のメシェで及びベストビー比、東のビンターベルクである。シュマレンベルクの南には、ジーゲンウィトゲンシュタイン軍のバート・ベルレブルク、南西には、オルペ軍のレネシュタットが位置している。市町村再編以降、様々な広さの83集落が、シュマレンベルク市に属している。この町を第一居住地として届け出ている人口25,299人中、 1> 約1、4の6119人が中核地区に、約1、6の3866人がバート・フレーデブルク地区に住んでいる。その他9つの地区が500人から1600人、45地区が100人以下である。基本条例によれば、本市は22の番号付けされた管区に分けられる。これらの別力はほとんどが旧市町村、またはその一部である。 シュマレンベルク管区には北部のボルムバッハの一部を含み南部ではバイトマンス流がフレッケンベルク管区に含まれる。アルテンホーフはバートフレーデブルク管区にメンクハウゼンはドルラー管区に属す。ベーデフェルト管区には旧二町村が統合されている。市議会は6つの都市管区に5つの管区委員会を設けている。残りの16管区は管区責任者を選出している。 シュマレンベルクでは典型的な中部区産地気候が支配的である。気候はロタール産地が海洋性気候から大陸性気候への移行部にあたる。夏は数年ごとに乾燥して暑く最高気温摂氏35度を超えることもあるが、おおむね湿潤で涼しい。冬はノルトベストファーレン州で最も雪の多い地域であり、最低気温は低く、摂氏20度を下回る。 1971年から2000年までの年間平均気温は摂氏7.7度である。同じ時期の平均年間降水量は1181ミ、mm、リメートルである。市内には、州指定のクナイプ式水浴地、州指定の気候の良いクアウルトと2カ所の州指定、ルフトクアウルトがある。全国的な速攻所がベステルンベーデフェルトにある。シュマレンベルクのパノラマ写真ビルゼンベルクの 環状土塁の門部分の移行、ここでは主に、シュマレンベルク中核式の歴史を記述する。ザウアーラントのシュマレンベルク周辺では2000年以上、前から定住が行われており、戦士時代の武器出土品やビルツェンベルクでは2つの環状土塁の痕跡が見られる。1000年以上前からライプツヒとケルンとを結ぶ、約 500km の街道が、シュマレンベルク市内の多くの集落を通っていた。 この街道は中世にはザウアーラントナングの最も重要な街道であった。ベネディクト海修道士は1072年にビルゼンベルクの麓にグラーフシャフト修道院を建設した。1200年頃、近くの尾根に修道院を守り隣接するアルンスベルク博に対抗するための小さな城塞が設けられた。現在の町の名前はこの城塞の名称に由来する。 この城塞は1220年頃に建設された教会を持つ集落に何らかの形で移居していたらしい。城塞はケルン大司教に属しており、明らかにグラーフシャフト修道院と一体化していた。ここにははじめコルベと呼ばれるシロリヨハンが寄居していた。この城塞にちなんだ城塞に付属する小さな城下町大官僚グラーフシャフト10分の1税地区の名前は 1228年の立ち会い人の名前アレクサンダーでシュマレンブルクという形で記録されている。コンラートフォン・ホーホシュターデンの1244年の文書ケルン大司教は1244年にグラーフシャフト修道院と周辺集落を防衛するために一体化することを決定した。二つの面で修道院は防衛施設の役割を担った。 三河タオレネ川に囲まれたオネ城にある立地から、シュマレンベルクは、難攻不落と思われた。開かれた北側は、両方防衛軍によって守られた。北、南、東の三つの門が守られた、この町の入り口であった。城塞は防衛施設の外に存続したが、その機能は失われた。同じ年、ケルン大主教コンラートフォンホーホシュターレンは、ベストファー連行として、シュマレンベルクに、 都市を授けたこの時点で、すでに城塞はかなり荒廃していたというのが、現在では定説となっている。大司教と三次会の証文は1243年に作成された。1243年3月3日という日付は、市の文書にのみ記載されている。当時、ケルン大司教区では、復活祭で年号が変わる制度であった。このため、 ケルン式の暦における1243年は、1243年4月12日から1244年4月2日までであった。この都市文書は、ケルン式の暦を用いており、1244年3月3日を意味している可能性がある。復元、拡大されたシュマレンベルガープフェニヒコの町は、防衛施設の他に、市場開催権、独自の裁判権、 鋳造権を有していたシュマレンベルクの貨幣鋳造はおそらく1244年頃に大司教コンラートフォンホーホシュターデンの下で始まり大司教ジークフリートフォンベスターブルクトを地下に終了した全部で13種類の効果がシュマレンベルガー貨幣鋳造所で作成されたシュマレンベルク教区が初めて文献に記録された前年1261年に グラーフシャフト修道院の修道士がシュマレンベルクで神事を行った。この頃からグラーフシャフト修道院は主催をシュマレンベルクに置くように努めた。グラーフシャフト修道院は宗教上でも世俗においてもこの町の運営に影響力を行使していたため、その後すぐに対抗者との間で衝突を繰り返した。 その結果この町は、司祭座というだけでなく、隣接する森、牧草地、狩猟、漁業に関する権利や、そのたるい持の請求権を有することとなった。1427年に大司教ディートリヒにせい、本名ルスはこの町に特別な権利を授けた。これにより、この町の外にあった河野白の裁判所に市民が降印されることは許されなくなった。シュマレンベルクは、 商業都市工業の中世都市であった。早くも1273年と1292年にこの町で商売が行われた。この頃多くの家冶屋がいたことは明らかである。1416年には市のブレンベイバーはすでに宿住用の水車を有していた。1575年にはシュマレンベルクで1年に3回市場が開催された。中世後期には 数え切れないほどのフェーデによってこの地方は危険な地域になっていた。その結果、シュマレンベルク周辺地域の防衛施設を持たない、村落は徐々に人口が減少し、荒廃していった。逃げ出した人々はシュマレンベルクの死壁の保護下に入った。ここに一年と一日住んだものは市民として認められた。新しい市民は基本的権利を得た。地域は この頃大きく拡大した。16世紀の初めに、周辺村落からシュマレンベルクへの流入は遮断された。シュマレンベルク周辺ではこの頃、ペストの最初の流行が起こっていた。1526年には、グライドルフのすべての住民がペストで死亡した。1608年の大火で24軒の家屋、すなわち町の居住区域の多くの部分が消失した。 洪水の後1682年にかつてのシュマレン城の跡地にベルトの礼拝堂が建設された。その1年後にベスト・ファーレン港の課税登録簿にシュマレンベルクで初めてのユダヤ人が登録された。1732年と1746年の2階の都市火災で古い建物は完全にその犠牲となった。1787年に町の東部の バスサーモンが取り壊された。1798年8月27日、ケルン大司教マクシメリアンは、シュマレンベルク最初の薬局設立を認可した。市の行政は、市民によって選ばれた参事会の手に握られていた。参事会は、4人のラーツヘル、2人のレックマン、2人のゲマインデフォアシュ庭園で構成された。 行政上のトップは市長とその代行者であった。市長は法的、政治的権力を有しており、アルンスベルクのベスト・ファー・レン・両方会議におけるシュマレンベルクの利益を代表するとともに、シュマレンベルクの家臣の上位に位置する霊園領主でもあった。毎年聖クニベルトの日に、三次会と二人のツンフトマイスターによって、シュタット・オーバー・ハウプトが選ばれた。 1789年、1792年、1793年に、市長選挙をめぐって対立が生じ、暴動が起こり、致命的な結果を伴う血まみれの戦いに発展した。1307年、シュマレンベルクには120件の家屋があった。歴史家アルベルトケヘムベルクの説によれば、1515 15年のシュマレンベルクは、アルデンブルーフ、ニーゲシュタとルティケ・ビルデル。 ゲルステン・ビルデルンと呼ばれる四つの地区に分けられていた。交流と衰退、戦争と平和、火災と復興、町の外観の変貌にもかかわらず、町の人口は19世紀になるまで1000人弱のままで、あり、数値に大きな変動は見られなかった。1812年に死壁と指紋が取り壊され、町は初めて古い建物をわずかに越えて広がっていった。中世のシュマレンベルクは、 公益都市であり、犯罪同盟の会員であった。市は、14世紀、防衛のために、数多くの平和同盟に参加し、周辺のハレンベルク、メーデバッハ、ビンターベルクといった都市と、相互防衛協定を締結した。30年戦争でも、気球の際には互いに、都市防衛軍を派遣することで切り抜けた。ゾーストのフェーデの時代、1444年に、ケルン大司教軍が、 フレーデブルクを占領した。これによって、周辺地域は一人の領主が統治することとなり、シュマレンベルクとフレーデブルクは国の内側に位置することとなり、国境の防衛施設としての機能を創出した。兵器技術の発展により戦争の脅威が高まったことはこの街の安全に不幸な影響をもたらした。ケルン大イ主教は他の領主と同じく戦略上重要な都市にのみ、 近代的な防衛上の措置を施した。死自体の収入はわずかで、修繕が必要な守門や紙壁を従前に回収することができなかった。30年戦争時、1632年のヘッセン軍によるシュマレンベルクの危機は、スウェーデンの軍事司令官、カスパー・フォンドルラーゲ・ナント・デッカーがこの地に自称、有していたことにより回避された。シュマレンベルクとのその地区であるアルメルト、 アルテンリーペ、アルペ、バート・フレーデブルク、ベーデフェルト、ブラハト、エビングホーフ、ゲリングハウゼン、グラーフシャフト、ハンクスレーデン、ホルトハウゼン、レンゲンベック、メンクハウゼン、ミッテルゾルペ、メンネキント、ニーダーヘネボルン、ニーダーゾルペ、ノルデナウ、オーバー・キルヒエン、オーバーゾルペ、オープリングハウゼン、ゼグトロップ、ベストフェルト、およびアステンフェルトといった集落が、 魔女狩りに関与した。1601年から1671年までに135人が魔女裁判に告発され、121人が処刑、または拷問中に死亡した。1724年のシュマレンベルク地図1673年に、グラーフシャフト修道院の修道院長、ゴットフリート・リハルディとシュマレンベルク市民と間で、司祭職及び、 市外の司祭量の所有をめぐる争いが起こった。この紛争は、大官のフィルステンベルク男爵ヨハン・アドルフが35人の兵士と見習い士官をシュマレンベルクに派遣することで沈静化した。7年戦争の際、繰り返される兵士の宿営や重税が課されたことで、シュマレンベルクの状況は一層悪化した。百九十四年以降、同盟戦争がシュマレンベルクの住民に影響を、 およぼした。1794年にこの町は6人の新兵を徴兵しなければならなかった。翌年5月、300人のオーストリア兵がこの町に来た。その後シュマレンベルクは、興奮する兵士に食料や衣類を繰り返し提供しなければならなかった。1797年9月14日から10月31日まで。 将軍に率いられたフランス軍不評隊がシュマレンベルクとアムトフレーデブルクに宿営した。ナポレオンの精鋭である青木氏は1798年5月8日から8月27日までシュマレンベルクに泊まった。その2日後の8月29日には900人のフランス軍不評がこの町に1日滞在した。1年後、シュマレンベルクでは30人が結核で死亡した。 1815年のシュマレンベルクの地図19世紀の、初め、1804年4月26日から、フランス軍流騎兵がシュマレンベルクに数ヶ月間、滞在した。1807年9月22日に、シュマレンベルク氏は、ベスト・ファーレン公領の地方再編により、アムト・メーデバッフ派から分離され、アムト・フレーゲブルクに編入された。解放戦争の間、 この町やその周辺に軍隊が何度も宿営した。1803年11月1日、ロシア皇帝軍が地域から横断し、周辺集落のいくつかに宿営した。ロシア皇帝軍の将軍テルナは、その後1813年11月14日に、不評と騎兵を伴って、シュマレンベルクに入場した。シュマレンベルク住民による、共応の後、彼は同行者と共に移動した。 続く数週間に、さらなる軍隊の通過があった。1814年2月21日に1500人を超えるロシア皇帝軍の新兵がこの町に参集した。彼らは他の軍勢が到着するまで2日間この町に泊まった。総勢3000となった連隊は1814年2月23日にザールハウゼン方面に向かって出発した。1815年には、 ザクセン軍の後軍があった。解放戦争末期の1815年6月3日から6月7日に1464人の兵士がシュマレンベルクとアムトフレーデブルクにまたもや宿営した。ナポレオン戦争後、シュマレンベルクを含むベストファーレン公領は1816年にプロイセン領となった。1822年10月31日の 壊滅的な火災によって115棟の家屋の大部分が消失した。わずか16件の住居と教区教会だけが焼け残った。この火災によって冬のために保存されていた食料や資料も消失した。こうした窮地に対して周辺集落の住民たちが最低限の食料を分け与え、シュマレンベルク住民を救った。提供された食物はブライに加工された。 この偏った食事によって、ブライベルゲンと呼ばれる体系が生じた。この頃シュマレンベルク住民は、近隣住民から、デシュマラース県ブレイバルチと呼ばれていた。市の中心部にある像がこの事件を物語っている。この火災の後、シュマレンベルクの計画的復興に伴い、ルートビヒホンビン家の協力のもと、町はかなり拡張された。復興は、 黒い線の新古典主義様式で行われた。これ以後外の中心部には2本の並行した本通りが設けられ、王道が規則的に両者を結ぶ構造となった。本通りは火災の炎症を防ぐため広く作られた。1825年に秋便家はこの仕事を完了した。後に彼は合意された適切な計画に従って町の再建がなされたことを非常に喜んでいると、 現地の建設委員会に当てて書き送った。19世紀の地元の生活環境に適合するよう、深く配慮された建設計画や、木組建築とスレート吹きの屋根が作り出す町の景観は、内市街に歴史的中核部の称号をもたらした。1826年にすでに設けられていた書簡の中華書は、1834年に郵便集配所に拡張された。 ベスト・ファーレン州で最初の自治体法の発行によって、1841年にアムト・シュマレンベルクが創設された。1842年に現在の連邦道 B236 号線にあたるフライドルフへの道が建設され、1844年にフレッケンベルクまで延長された。同じ年、町の北部の旧国境防災や土地であった。 シュリンゲンと呼ばれる湿地に公園と牧草地が設けられた。1849年にグラーフシャフトへの道が、1856年にはボルムバッハへの道が建設された。1850年以後にシュマレンベルクの繊維産業が起こった。1855年6月1日、新たに設立されたシュマレンベルク市町地区銀行がオスト通り41番地で営業を開始した。 1890年のシュマレンベルク駅1910年のシュマレンベルク市街1857年春に昇降熱が8月に赤痢が流行した。市の年代記の記録によればこの2つの薬病で多くの子供が死亡した。同じ年にユダヤ教会は当時のノルト通りにシナゴーグを建設した。1888年にアルテンフンデムへの 鉄道路線の駅がシュマレンベルクに設けられた。この路線は1911年にシュマレンベルクからさらにベンホルトハウゼンに延伸された。1881年7月16日には後の郵便局にシュマレンベルクで最初の電話機が設置された。1889年に国民学校が開校した。 新しいアムトハウスが1897年に運用開始された。この建物は第一次世界大戦中に拡張された。アーヘンの聖堂建築家、ヨーゼフ・ブーフ・クレイマーの設計に基づいて、1905年から1906年に被災館がネオロマネスク様式で拡張された。1910年ベスト通りの建物が市に買い取られ、最初の病院に改築された。 シュマレンベルクのシナゴーグ記念碑1938年の排斥運動にシュマレンベルクのシナゴーグは消失した。現在シナゴーゲン通りの跡地には記念プレートが掲げられている。このプレートはアウシュビッツに装置され、シュマレンベルクに生還したドイツのユダヤ教信者ハンス・フランケンタールの主導によって設けられた。シュマレンベルクのユダヤ教信者の家は荒らされ、破壊された。 7人のユダヤ人男性が逮捕された。ホロコーストのユダヤ人犠牲者を悼んで、36機のつまずきの石が設置されている。シュマレンベルクは、第二次世界大戦中の1945年4月7日、ルールポケットの間に空爆による支援を受けたアメリカ軍第7、不評手段によって、グライドルーフやグラーフシャフトに次いで占領された。 シュマレンベルク周辺の激しい戦闘で72人のドイツ兵と11人の民間人が死亡した。350人の兵士が捕虜となった。37棟の建物が消失し、151棟が損傷した。シュマレンベルクへの攻撃はおそらくアメリカ軍によるものと思われる 32mm フィルムに記録されている。1945年夏に、 旧ドイツ東部領土から追われた難民の波がシュマレンベルクに達した。住宅不足と食料不足が地元住民に大きな負担となった。戦時中すでに324組の家族や個人が爆撃を受けた都市からシュマレンベルクに避難してきていた。これに加えてさらに300組の難民を受け入れなければならなかったのである。戦後、市の道路状況は極めて劣悪であった。 本通りだけが回収された。舗装されていたのは町を通り抜ける、連邦道、B236 号線とベスト通りと、出前通り、ノルト通り、キルヒ通り、フレッケンベルガー通り、ウンテラーベルト通りだけであった。バーンホーフ通りだけはアスファルトで舗装された。市内の、これ以外の通りはぬかるんだ状態であった。1949年に、道路の回収、拡幅、 修復が始まった。1952年に私立ホール建設の計画が始まった。コンペではドルトムントの建築家でベストファーレンハレの設計者であったホルストレツキが一等賞を獲得した。これにより彼は計画に参加した。私立ホールは1953年の初週から1954年9月11日に建設された。4日後、私立ホールで ザウアーラント射撃連盟の第一回合同射撃祭が開催された。9月16日のパレードには約7000人の射撃手、179人の機種、30組の音楽隊が参加した。同じ年に約250万ドイツマルクを費やして職業学校が建設された。この学校は1955年8月30日に開校した。 1956年、ベスト・ファーレン・リッペ地域連合の招きで、多くの作家、批評家、文学研究者がシュマレンベルクの私立ホールに参集した。主催者が驚いたことに、文学懇談会は、戦後のベスト・ファーレンにおける宗教文学の役割に関して鋭い論戦となった。シュマレンベルクの詩人論争と呼ばれるこの論戦は、全国紙で報道された。 1974年に、シュマレンベルクとグラーフシャフトは、終始定のルフトクアオルトの地位を得た。市町村再編に伴って1975年に、シュマレンベルク市とアムト・シュマレンベルク、アムト・フレーゲブルクが合併して、現在のシュマレンベルク市が成立した。ドイツ鉄道は、1991年7月に、経済的理由から、単線の支線ベンホルトハウゼン・シュマレンベルク線の、 営業を当分停止した。シュマレンベルク射撃協会は2001年に再び合同射撃祭の主催者となった。ザウアーラント射撃連盟の第18回合同射撃祭は2001年9月14日から16日に開催された。この祭り最終日には約1万人の射撃手と74組の音楽隊がパレードに参加した。同じ年に 新しい教会党の建設が始まった。このプロジェクトは近代的な党建設のためシュマレンベルク住民に議論を巻き起こした。シュマレンベルクの教会党闘争は住民主導で裁判沙たにもなった。住民運動側も行政側も公開書面で互いの非難を繰り広げた。この闘争は教会責任者が辞任してパーダーボルン広塚砂教によって 第三者の行政担当者が指名されたことで頂点に達した。新たな教会塔の建設は先送りされた。新しい教会塔は2004年9月になってやっと完成し、建造された。2007年1月18日から19日の強烈な暴風雨、キリルがシュマレンベルクの森に大きな被害を与えた。翌2008年6月4日から7日に、 レネフェルト飛行場やその周辺で第15回林業森林技術監督機関の第15回集会が開催され4万3000人の来訪者を集めた。キリルの翌年にあたるこの年嵐の木材の森林技術というテーマのもと23カ国から515組がこの集会に参加した。2011年末シュマレンベルクの事業者が飼育する 牛の血液検査で病原体が発見された。検体の由来に基づいてこのウイルスは、暫定的に、シュマレンベルクイコールウイルスと名付けられた。大きな抵抗と支援策にもかかわらず、バート・フレーデブルクの制ゲオルク病院は2012年11月30日に、破産のため閉鎖された。2012年はじめ旧制ゲオルク病院の跡地に、クリーニクム・アルンスベルクが、 医療センターを開設した。ユースホステルシュマレンベルクは2014年10月31日に閉鎖された。1975年の市町村合併以前の市町村地図シュマレンベルク市は1975年1月1日にアムトシュマレンベルクとアムトフレーデブルクに属す市町村が合併して成立した。1974年11月5日のザウアーランと パーダーボルンポーに基づいて、1975年1月1日、それまで独立していた、ベルクハウゼン、フライハイト、ベーデフェルト、ベーデフェルトイコールラント、トルラー、フレッケンベルク、フレーデブルク氏、グラーフシャフト、レネ、オーバーキルヒエン、ラールバッハ、ボルムバッハが新たなシュマレンベルク氏に含まれた。同時にアムト・フレーデブルクとアムト・シュマレンベルクは廃止された。 ケルン大司教が治めたザウアーラント全域がそうであるように、1803年までケルン大司教を領主としていたシュマレンベルクはカトリックが優勢である。20世紀半ばまで福音主義信者やユダヤ教徒はわずかしか住んでいなかった。第二次世界大戦後、南無印野球ドイツ東部領土から追放された人々がシュマレンベルク周辺のザウアーラントに福音主義信仰をもたらした。 グライドルフでは1900年の直後にシュマレンベルクの地域で最初の福音主義教会が設立された。シュマレンベルクには20のカトリック教会と4つの福音主義教会が存在する。シナゴーグは1938年11月の排斥運動以後存在していない。ユダヤ人墓地での最後の埋葬は1961年に行われた。 2011年5月9日、現在、住民の多く、約77%がカトリック信者である。福音主義信者は10%で、13%がその他の宗教の信者、または無信仰者である。赤線は現在の地域における人口。青線は中核宿の人口である。シュマレンベルクの判明している。 最も古い人口は1301年のもので120個545人が住んでいた。1900年までに中核部の人口は1690人に増加した。このうち789人が男性、901人が女性であった。第二次世界大戦後、住民移動により人口増加が起こった。1946年には、 東部領土から追放された356人と疎開者324人が登録されている。2005年12月31日のシュマレンベルクの人口25,992人のうち6,341人が中核地区に住んでいた。2番目に大きな地区であるバート・フレーデブルクの人口は4,062人であった。ベーデフェルト、フレッケンベルク、グライドルフ、 グラーフシャフトがそれぞれ1000人以上であった。多くの集落が人口150人以下であった。シュマレンベルク市長者シュマレンベルクの市議会は38議席からなる。アメリカ軍による占領から3日後の1945年4月10日にアレックス・ドルンザイファーが暫定市長となった。しかし2日後にはリヒャルト・ダメリズに交代している。軍事政府は その後1945年7月21日に、それまで、ネイハイムイコールヒュステンの都市行政官であったクラウス、ジーベンコッテンを市長に就任させた。1952年から1994年まで、新旧シュマレンベルク市では、セディが市長職を占めた。1994年に、スピードのフランツ・ヨーゼフ・パーペが市長に選出された。 しかし5年後には再びスピードに戻り、ベルンハルとハルベが市長に当選した。市長存在編後の市長現在の市の紋章は、1335年に初めてシュマレンベルク市の印象に見られる。シュマレンベルクが施設立時にすでに紋章を有していたかどうかは明らかでない。1700年からのアルンスベルクコレクションには、シュマレンベルクの紋章の再色図版が見られる。 現在の死の紋章の制定は、1909年の死首脳部の決定による。図柄、銀字に二つのノコギリ壁の塔と一つの門を持つ赤い城塞。門のアーチは先端に合を掲げている。門の開口部には直立した黒い鍵が見られる。解説、鍵は、ケルン大イ司教区の守護聖人を表している。城塞は、シュマーレンブルク城を意味している。シュマーレンベルクは、 以下の都市と姉妹都市協定を結んでいるシュマレンベルク市には固定した劇場がない。市域内には4つの演劇クラブ、1つの演劇グループ、1つの子供ミュージカルグループがある。バーンホーフ通りの映画館、シュマレンベルガー・キーノは、1929年にリヒト・シュピール・シュマレンベルクという名で設立された、ドイツで最も古い映画館の一つである。第二次世界大戦後、 一時期野戦病院として使用されたが、1951年に徹底的な近代化がなされた。当時最先端だった2台の映写機が、現在も入り口に展示されている。大規模なシネマコンプレックスの発展につれて、この映画館は経済的に運営できなくなり、2005年に一旦営業を停止した。1年間の改築期間の後、古い映画館は、 新しい経営者によって、リヒトベルクという名称で再開された。映画上映中は、スクリーン裏に隠されているステージは、定期的に利用され、映画の営業活動の他に、演劇やキャバレーの上演、コンサートなどが開催された。DJ が交代で登場し、定期的に開催されるクラブイベントでは、観客席の座席が片付けられ、ダンスフロアとして用いられた。リヒトベルクは、 文化ステージ、ホームシアタースペース及びイベントスペースに改築された、あと、ハベルスという新しい名称で2007年5月にオープンした。アルテミューレ美術館9つの博物館の中で2200平方メートルの広さを持つスレート工業、ホルトハウゼン郷土博物館が際立っている。この博物館には、スレート、動植物、繊維産業、民族、印刷所、 芸術のセクションがある。1984年から、ケルン選定公領ザウアーラントの魔女裁判というタイトルの常設展示がなされている。ここでは、ザウアーラントにおける魔女狩りの規模を記録し、様々な拷問具を展示している。2009年から、南ベストファーレンギャラリーが入居した。フレッケンウェルクのヘッセ食器工場には、技術博物館がある。 この食器工場は内部施設がほぼ完全に保存されており、1990年に保護文化財に指定されている。バート・フレーデブルクの区裁判所内にある裁判博物館は司法の歴史の概略を紹介している。グラーフ・シャフト修道院の修道院博物館は入れ替えの特別展示のほかに様々な時代の宗教用具や修道院の歴史を紹介している。 この他の博物館、美術館としては、ノルデナウの SGV 郷土資料室、ビンクハウゼンのムゼウムホーフ、ラトロプの小さなアルテミューレ林業博物館、中核宿のアルテミューレ美術館がある。南ベストファーレン音楽教育センターシュマレンベルクには47の音楽クラブや歌唱クラブがある。これには6つの金管アンサンブル、5つの音楽クラブ、3つの 青少年ブラスオーケストラ、二つの狩猟ホルーン水奏団、一つのマンドリンイコールギターイコールアコーディオングループ、一つのシュタットカペレ、15の男性合唱団、6つの女性合唱団、一つの室内合唱団、一つの児童、少年少女合唱団が含まれる。ノルベルト・アベルス、トム・アストール、レナーテ・テウント、 ベルナー・ライスマン、ハインツ・シュンゲラーらが最も有名な音楽家、音楽学者である。この他に、シュマレンベルク地域には、ブルースやロックの音楽シーンも存在する。デスメタルバンド、ダーク・ミレニアムは、バート・フレーデブルクで結成された。この地域では、2013年に、アカデミー・バート・フレーデブルクが800万ユーロ以上を、費やして、南ベスト・ファーレン音楽教育センターを、 像を改築した。2018年4月27日から30日まで、ノルトラインベストファーレン民族音楽連盟の州音楽祭がシュマレンベルクとビンターベルクで開催された。シュマレンベルガーボーヒエは、シュマレンベルクで2年ごとの8月末に数日間に、わたって音楽イベントや、その他のイベントが行われる、市外祭である。カトリック企業連合の シュマレンベルクの春の集会は1960年からシュマレンベルクで開催されている。毎年21地区で射撃祭が行われる。射肉祭も多くの地区で祝われる。射肉祭のパレードはニーダーベルンドルーフで開催される。ベーデフェルトでリカートは1992年からベーデフェルトで開催されているグルメの市街祭である。シュマレンベルク食婦共同体は 1985年から聖アレクサンダー教会周辺でシュマレンベルク最大のクリスマスマーケットを開催している。ニコラスマーケットやクリスマスマーケットは他の地区でも開催されている。グラーフシャフト修道院シュマレンベルク地域はノルトベストファーレーン州に29ある州の重要文化風地地区の一つである。ノルトベストファーレン州重要文化風地区の等級で ワートジベンドン・マーク・マレンとされているものに、礼拝堂や十字架の道を含むビルツェンベルクと、グラーフシャフト修道院がある。シュマレンベルク歴史的中核地区及び、教区教会や、被災感を持つ教会の村レネ、オーバー・キルヒエム及びボルムバッハや17世紀後期、あるいは1945年以降の田舎の建物も、見応えがある。さらに、 ビンクハウゼン小集落や17世紀から続く農場を持つニーダー、オーバーゾルペ集落もある。また、市域内には174件の建造文化財、7件の地区文化財、3件の稼働文化財がある。オーバーキルフィエンの街並み市域内の多くの村は、連邦コンクール、我らの村を美しくに参加しており、その多くが賞を獲得している。 これまでに9つの村落が最高賞である連邦金賞を得た。これは連邦最高記録である。この9つの村落とは、フレッケンベルク、グラーフシャフト、ホルトハウゼン、キルヒラールバッハ、ラトロプ、ニーダーゾルペ、オーバーヘネボルン、オーバーキルヒエン、ベストフェルトである。建造物シュマレンベルクの歴史的中核地区では定期的に市街ツアーが行われている。 隣接するグラーフシャフト地区にはグラーフシャフト修道院がある。この修道院は1072年から世俗化される1804年までベネディクト会の修道院であった。19世紀から20世紀半ばまで修道院としては使われていなかったが1948年から聖ボロメウス女子修道会がこの施設に入居している。隣のビルツェンベルクは 年代は不明であるが異教徒の聖地となっていた。地域文化財に格付けられているドルヤトの他に1633年建造の巡礼礼拝堂1891年から高さ17メートルのビルツェンベルク等大きな山頂の十字架がある。キルヒルペの東の急峻な斜面の上に避難城塞、キルヒルペがある。ラッペルシュタイン城市は ノルデナウの集落中心にあるラッペルシュタインと呼ばれる岩山の上にある。ベストファーレンで最も高い場所にあるこの城塞はもともとノルデルナ城と呼ばれ1200年頃にケルン・カッセルを結ぶ古い街道沿いにグラーフシャフト貴族家によって建設されたものである。ベルクハウゼン、デネ、ボルムバッハにはロマネスク様式の教会がある。 ベルクハウゼンの聖キリアクス教会は1220年頃に建設された。レネの聖ヴィンセンティウス教区教会とボルムバッハの聖ペーター及びパウル教会は13世紀に作られた。ボルムアッカー教会神道のヨーロッパの教会画としては珍しい王道十人風の図像と15世紀のオルガンは特に見応えがある。公園シュマレンベルク中核宿のクアパルクは グラーフシャフト地区とレーネ地区の間にある。2700平方メートルのインドアパークと1600平方メートルの屋上遊戯施設を有するティーコス・キンダーラントも同じく中核地区にある。バート・フレーデーブルクにはルドルフ・ベッカー公園がクアハウスに隣接している。自然、景観保護、フーナウイコールランガー・リュッケンイコールハイトベルク自然。 保護区のラウウエスブルーフ2008年からシュマレンベルクの地域に対して2つの風地計画が適用されている。これには建物が建っている集落や建設計画の適用地域を除く土地は自然保護区などのより高度な保護状態にない限り風地保護区とすると規定されている。ノルトベスト風池計画はシュマレンベルクの地域北西部の112.63平方キロメートル 重東ーースト風地計画は、地域の南西部の約190平方キロメートルを含む。両風地計画は、市内の自然保護区、自然文化財、景観保護地区、保護景観構成物を記述している。市内には、様々な広さの合わせて38件の自然保護区がある。フーナウイコールランガーリュッケンイコールハイトベルク自然、保護区は、シュマレンベルクの東の市境。 ベーデフェルトの高台に位置している。この自然保護区には、約8000年前に形成された、高層出現ナッセビーゼ、ラウエスブルーフ、その他の小さな湖がある。2008年の自転車競技第10回ドイツツアー第5レースで、シュマレンベルクを走る選手たちシュマレンベルクスキーリフト1978年から1999年まで、グラススキーの多くの国内、 国際大会がシュマレンベルクで開催された。グラススキーイコールヨーロッパジュニア選手権は1983年と1988年に、ドイツグラススキー選手権は1995年と1996年に、シュマレンベルガースキーリフトで開催された。FIS ローライコールワールドカップは2008年8月15日から17日に、シュマレンベルクで開催された。 ドイツローラースキー選手権では2種目が2010年8月21日から22日に行われた。2008年の自転車競技第10回ドイツツアーでは9月3日にマインツからビンターベルクへのコースがこの町を通り9月4日にはバート・フレーデブルクがスタート地点となった。グライドルフには年に一度イコールイベントが開催される特別なオートクロスコースがある。 2004年にこのコースで、ドイツオートクロス選手権と、ドイツラリークロス連盟のタイトルレースが開催された。市内で、毎年開催される、スポーツイベントとして、ベーデフェルトのホレンラウフ、フレッケンベルクのロタールイコールマラソン、ビルツエンベルク周辺での自転車レース、グラーフシャフトでのマウンテンバイクのための SKS、ザウアーラントマラソンがある。ベストフェルトには、 NRW ノルディックセンターとホーホザワーランとスキー長距離レースセンターがある。ヤクトハウスには NRW 州立バイアスロントレーニング基地があった。このバイアスロン施設ではドイツバイアスロン青少年選手権バイアスロンドイツ杯連邦スキー大会バイアスロンが開催された。この施設の射撃場は2004年に閉鎖された。シュマレンベルクの地域には アドベンチャーパークとインドアザイル東半壁を持つ東半ホール、9つの体育館、2つのゴルフ場、18のスポーツグラウンド、20のテニスコート、様々な乗馬場、11のスキーリフト、1 3 0トルのロイペがある。この他に約2 5 0 0トルの標識が整備された遊歩道がある。遊歩道にはロタールシュタイク、 ザウアーラント平原浮力や SGV 主要遊歩道のアステンベーク、フリードリヒ・ビルヘルムイコールグリメイコールベーク、ハンゼベーク、フーナウベーク、ロッタールベーク、シーファーベーク、ビルヘルム・ミュンカーベーク、および森の彫刻の象形ザウアーラントビト原子体がある。自転車道のレネルートとザウアーラントラートリングが地域を横切っている。シュマレンベルクには、 スポーツクラブが53団体登録されており、釣り、バドミントン、アーチェリー、パラシュート効果、スカイスポーツ、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、格闘技、カヌー、モータースポーツ及びモトクロス、自転車競技、乗馬、射撃、水泳、テニス、体操、ハイキングが楽しめる。市内では、プンパーンニッケル、ベルラウフズッペ、ザワーレンダーフリューリングストップフや、 ポットトゥッケなど様々なザウアーラント料理が供されている。ボックブルストやプンパーニッケルのような栄養豊かな料理が典型的なザウアーラント料理である。さらにヒンメルーンとエルデやピレクーヒエンといった典型的な昔の田舎料理も供されている。ハイキングにはススで黒くなった夜間で入れたホルツハウアーカフェがおすすめである。全国的に有名なシュマレンベルク料理は 特産品の皮マス、プンパーニッケルソースをかけたノロジカの背肉、シュマレンベルクの鶏の胸肉、コジカのステーキなどがある。クリスティーネコフ北海の図書館と、私文書館が入居している18世紀の木組建築、シュマーレンハウスと呼ばれている。1956年にシュマレンベルクで、作家、批評家、文学研究者が開する第2回ベストファーレン詩人の、 会が開催された。1993年にザウ・アーラント文学振興会がシュマレンベルクで設立された。クリスティーネ・コッホ会と改名された。この会はノルド・ベスト・ファーレン最大の文学協会である。いくつかのドイツ語作品がシュマレンベルクを舞台にしている。フリードリヒ・アルベルト・グレテーケン、クリスティーネ・コッホ、ハナ・ラーデマッハー、ミハイル・ゼーダー。 パウル・ティッケスがシュマレンベルクに住んだ有名な文筆家である。ヘルベルト・ゾム・プラツキとクルト・バッサー・ファルはこの町に住んでいる。ファルケ本社19世紀から伝統的にシュマレンベルクはザウ・アーラントの繊維産業の中心地となっている。繊維産業の発展は体調し中小企業が主となった。特に工業、主工業の企業が定住している。主要な企業としては オーディオテック、フィッシャー GMBH、ブルクバート AG、トランスフリードマシーネンバウ GMBH、フェルトハウス社。森の豊かな立地であることから、林業も重要である。バートフレーデーブルクには、中小業者の営業所が入る、木工業者パークが存在する。サービス業の多く部分は、田舎の魅力が詰まった立地と、ウィンタースポーツの飲食店やツアー客に依存している。 2015年6月30日には9449人の社会保険支払い義務のある雇用者がいた。このうち3466人が製造業、3829人がその他のサービス業、1971人が商業、接客業、交通業、183人が農林水産業に従事していた。 2017年10月現在の失業率は2.9%である。宿泊主マレンベルク市内には28件のホテル、32件の旅館、55件のペンション、442件の保養所及び休暇村に6300人分の宿泊施設がある。2017年の少なくともベッド数10以上の宿泊施設の 合計宿泊客数は延べ205,682人、785,714泊であった。保養地市内には、州指定の保養地が4カ所ある。ホーホザウアーラント郡唯一のクナイプ温泉がある。バートフレーデブルクは、州指定のクナイプ温泉保養地である。グラーフシャフトは、州指定のハイルクリマーティシャークアウォルト、シュマレンベルクの中核地区とノルデナウは、 ルフトクアオルトに指定されている。シュマレンベルクトンネル道路市内には合わせて3 4トルの連邦道、6 2トルの修道、7 3トルの軍道、2 4 8トルの市道が通っている。市は市道の他に約4 0 0トルの産業道路を運営している。シュマレンベルクの2つの連邦道が B236 号線と B511 号線である。B236 号線は、レネシュタットから、レネ地区、シュマレンベルク地区、グライドルフ地区、オーバーキルヒエン地区を経て、ヴィンターベルクに至る。この道路は大部分が、レネ川の谷を通っている。シュマレンベルクの歴史的中核部には、かつて B236 号線が通っていたが、1997年から、 地下トンネルを通っている。B511 号線は、グライドルフを B236 号線に、ブレムケを B55 号線に接続している。この道路は、バート・フレーデブルクとドルラーを通っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、オルペにある A4、A45 号線と、メシェゲにある A46 号線である。鉄道。 バス1888年から1994年まで、シュマレンベルクは、鉄道網に結ばれていた。レネ、フレッケンベルク、シュマレンベルク、グライドルフ、フレーデブルク、ハイミングハウゼンに停車し、アルテンフンデムとベンホルトハウゼンとを結ぶ、旅客運行は、1964年5月28日に、廃止された。アルテンフンデムと、 シュマレンベルクとの間の軌道施設は1967年に撤去された。オーベラールールタール鉄道によるシュマレンベルクからベネメンへの接続は1994年12月30日まで貨物船として存続していた。シュマレンベルクとエスローエブレム家との間の鉄道用築堤は2006年からザウアーラントラートリングを呼ばれる自転車道になっている。バス路線は シュマレンベルクから隣接するアルテンフンデム、エスローエ、メッシュで、ウィンターベルクまでを結んでいる。これらの路線の大部分は、ルールジークバス交通 GMBH によって運行されている。シュマレンベルクでは、ルールリッペ交通共同体の運賃が適用される。週末や小さな集落では、バス交通は極端に制限される。このため、 2004年11月2日から、協会が市内に多くのシバス路線を運営している。シバスは、バス路線がない地域や、限られた本水しかない地域に運行している。特に、ボルムバッハ、フェルベッケ、ドルラー、ベルクハウゼン、バート・フレーデブルク、キルヒルペといった地区である。レネシーネ・プロジェクト・シュマレンベルクの他に7市町村が参加している、レギオナーレ2013。 ジュートベストファーレーン振興プログラムの枠組みで、レネ川の水運を利用して、鉄道を結びつけようとするプロジェクト、レネシーネが立案された。川と鉄道との連携、地形、集落、工業、交通などの面で、問題は現在も山積している。目標は、レネ川鉄道を再び生活の軸とし、住民の生活の質を向上させることである。 八市町村のレネシーネプロジェクトは2010年7月の合同会議で策定された。全部で84の施策のうち2013年までに13の計画が変更された。シュマレンベルク・レネフェルト飛行場航空、ゾンダーラントプラッツに分類されるシュマレンベルク・レネフェルト飛行場は1954年からシュマレンベルクとベルペトの間にある。最寄りの交通空港は ジーガーラント空港である。パーダーボルン、リップシュタット空港とドルトムント空港は、それぞれ7 0ルお及び9 0トルの距離にある。国際空港のケルン、ボン空港は、約1 2 2トル離れている。シュマレンベルクの最も重要な日刊紙が、ベストファーレンポストとベストフェリシェルントシャウである。共に噴家メディアグループに属す。この2紙は、 それぞれ編集局と総合オフィスをメッシェデに置いている。ベスト・ファーレン・ポストはこの他に、シュマレンベルクにもう一つの編集部を有している。さらに水曜日と日曜日にフリーペーパー、ザウ・アーラント・クリアーが刊行されている。その地方編集局とオフィスもやはり中核地区に存在している。方々ザウ・アーラント軍全域は地方ラジオ局、ラジオザウ・アーラントの放送地域であり、 シュマレンベルク周辺のザウアーラントやエスローエでは89.1メガヘルツで放送されている。また、シュマレンベルクで視聴可能な西部ドイツ放送のテレビラジオ番組は w d r スタジオ G ンのものである。この放送局の地方オフィスはアルンスベルクにある。シュマレンベルク区裁判所官公庁と公益機関、シュマレンベルク区裁判所とシュマレンベルク警察署が バートフレーデブルクにある。市庁舎、市立、ホール、職業安定所、郵便局、観光客のためのクール、ウントフライサイト GMBH シュマレンベルクがシュマレンベルクにある。本市には消防団があり、消防署が18カ所ある。消防団は2つの消防台と16区の消防班からなる。シュマレンベルク市はシュマレンベルク市貯蓄銀行の運営者である。 市貯蓄銀行ビッケレネ国民銀行エクは、中核式に本店を置いている。プールバートフレーデブルクのザウアーラントバーと、シュマレンベルクのベレンフライバーと、ベーデフェルト屋内プールの3つが、シュマレンベルクの公営プールである。クロスター、グラーフシャフト専門病院病院、専門病院、バートフレーデブルクの2つの専門病院の他に、ホルトハウゼンに子供病院が1院ある。 肺の専門病院である、クロスター、グラーフシャフト専門病院は、グラーフシャフト地区にある。マルティンスベルク・ドルラーマルティンスベルク・ドルラーは、青少年援助の運営者であり、ディアコニシェスベルクに属している。この組織は、1932年に、ドルラー福音主義青年の家から設立された。青年の家、マルティンスホーフは、創設者である聖職者フリーデルビルカーによって、 第二次世界大戦後に再建、増築された。1951年に聖ペトリ協会が完成した。同じ年にハイトホーフが設立された。その後、サンナザロの児童保養施設、ラフォンタネラ、マルティン・ドター・ハウス、マリア・マルタ住宅、セーミヒャエル・ソハールト住宅、ヘドビヒテイの建設が続いた。 子供村の計画は1969年に始まり、1972年に完成した。1985年にマルティンス・シューレが開校し、1989年にトビスメッケがオープンした。1998年にベルクハウゼント・グライドルフの建物を入手した。海外の活動は1997年にアイスランドで始まり、続いてスコットランド、 コルシカ島、ルーマニアと続いた。社会福祉機関制御力社会、福祉機関制御力は、ノルトベストファーレン州の精神的障害者を援助する、社会福祉サービス業者である。シュマレンベルクには、社会福祉機関制御力ベストファーレン南部、GGMBH の本社と、社会福祉機関制御力建設及び住宅、GMBH の中央事務所及び、 バート・フレーデブルク寄宿舎がある。さらにこの社会福祉機関は、ホームレスのための相談、カウンセリング施設や交流、活動のための集会場を運営している。シュマレンベルク学校センター学校、シュマレンベルク市は、基礎家庭学校6校、シュマレンベルク市立本家庭学校1校、エイリヒケストナー実家学校1校、シュマレンベルク市立、ギムナジウム1校、養護学校1校を有している。 1950年代に中核区に職業学校が建設され、ドイツ農民連合の農民大学が現在の南ベストファーレン音楽教育センター内に設けられた。両校は1960年代に別の場所に移転した。フラウンホーファー研究所分子生物学及び応用生態学研究所シュマレンベルクは1959年から、 分子生物学と応用生態学のためのフラウンホーファー研究所の所在地である。ここではかつてラットの研究が行われていたため、地元民から冗談半分にラッテンブルクと呼ばれる。この研究所はアンゲバンテエコロギー地区にある。IME の研究領域は環境科学、環境シミュレーション、環境、食品分析、冷凍保存、生態学と、 生体独物学、数学モデリング、リスク評価とリスク伝達である。官長の委託に基づくプロジェクト活動や適切な助言によって、この研究所は環境政策決定に大きな影響力を有している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ノルディック長距離スキー用の溝が切られたコース、福音主義協会系の奉仕グループ連合。ありがとうございます。